ピン、前髪クソ邪魔。最近前髪が邪魔な時はもう完全に家の中だとこうですね。えい、すごい、これだけでなんかハロウィンの仮装みたい。日本のハロウィンの仮装みたいな。体を横にしてやっていきます。痛い、結構むずい、わからない、どうやってやったらいいんだろう。絡まっちゃう。え、どうしたらいいんだろう、わかんない、ちょっと待って、どうしよう。もう、わからん。もう、ダンスの発表会とかでよくケープ使うんですけど、ケープ好き。できない、わかんないよ、できないよ、イライラしてきた。じゃあもう後ろ、やだ、できないよ、もうやだ。こんにちは、メロンバグマのナヨンです。あのね、みんな多分思ってると思うんだよね、上手上手の後って大体髪がボサボサなんだよね。なんでかっていうと、一回練習してからやってるからなんだ。お団子、ここ2つお団子してみたかった。よし、やろう。もう最大に高くします。ここにするんだよね、最大に高く。ここら辺に止めないと。ここでもちょっとあれかもな、お団子したら。あ、できるわ。じゃあここでお団子してきます、片方だけ。まずは謎、わかんないし、お団子とか。お団子わかんない、どうしたらいいよ、お団子って。あ、できてる、できてる、ぽいぽい。ああ、あ、これでもいいよね。ちょっと待って、これどうさすんだろう、どこどうさせばいいのかわかんない。ダメだ、わかんない、どうやってやればいいんだろう。三つ編みしてミルクね。はい、皆さんこんにちは、ナイロン番組のナイロンです。今回はゆるいミッキーマウス作っていきます。ここでこう、ちょっとだけピュンみたいなやつ。うん、最後まで動画を見てくれればわかるさ。結構これも難しいんだよね。これでももう十分ミッキーですね。っていうのは嘘で、完璧嘘で、ちょっとここキューってします。キューってして、いたー。ここ三つ編みしていきます。よく、あの、角度詐欺やる人いるじゃないですか。で、これをこう ねじねじしていきましょう。ああ、うわ、できん。ああ、できた。で、ここ後ろをピンで止めると。これちょっと今わかりやすくこれで見ていきますけど、このように風にしましょう。ちょっと穴開いちゃったけどね。これを片、もう片方やっていきます。こうやってやれば多分もう片方もできてる風じゃない。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。片方使えなかったけど、これ2個やったら完全にミッキーマウスです。皆さんもディズニーランド行きましょう。 See you next time.